皆さんこんにちは。あずみ農園のいっちゃんです。ヤッチです。いやいや僕が顔でかいわけじゃないでしょこれ。違う違う、これ距離取ってますからちゃんと。で今日はあの牛糞を言ったらいつも毎年もらってる牛糞屋さん、牛糞屋さんというか牛舎、牛舎に渡してもらって今から牛糞積んでいきたいと思います。はい、楽しみやね。今年も美味しい野菜作っていきましょう。はい、今から頑張ります。いやいや故意的やでこれ。いやその距離感がちゃうからさ。動き悪っ。自分ダメじゃないやそれ。作業着白やったらこんな色になった。違うか、元からやから。行く先みたい。うまいな。いや、うんちゃい。そう。いや。こんな人生でうんこを浮かすことなんじゃない。そうやって。昼飯どうする？なんで今が話せるそれを。なんでこのタイミングでそう話せるの？なんで昼飯？なんでそのタイミングで話せるかな？今のタイミングで。昼ご飯のこと考えられるあれがわからんけどあんまり。これはほうじ茶みたいな。ココアって感じだな。ほうじ茶みたいな。これ飲む？飲まへん。誰が飲むねん。はい。はい。はいはい、すごいお餅つきみたいに連携うまいやん。なんかあれやな、運動会の玉入れみたいにうんこ入れるな。なんか連携良くなってきた。連携うんこしょうもな。ほんまにアレルギーなんやって。ここで働いてる人みたいで、なんか。明日仕事行ける？明日ちょっと明日デート。いやいやいや、二つ気になる。シフト制なんとここでどうデートする？ここでどうデートする？明日デートかな？明日わらび釣り。これがわらびとか、そうや山菜釣りか。それで天ぷらでもするんかな。これもしかして歩合なん。人袋何歩とかなん。だからそんな頑張れるんやろな。何をモチベーションに、え、何をモチベーションに頑張るんかな思って。歩合なんか。これ2つ積んで、あと何個。え、しょうもな。はい、なるほど。はい、牛糞を産む。で消毒ね。失礼します。すごいやん、大きい大きい、めっちゃ見られてる。こんにちは。こんにちは。角がある。こんにちは。マジでそこに子牛おるやん。いい、かわいい。マジで。やっち初牛舎。うん。最近天国いるんだから。もしかしたらお父さんか。違う。お父さん、この中にお父さんおらんわ。おらんか。すごいな。いや、ほんまに好きすぎて。うん、いや、なんか迫力が全然違うよね、もう。